アニカベックは、ドイツギリセン出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス37位、ダブルス84位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。5歳でテニスを始め、2009年に、プロに転向。2012年、全仏オープンジュニア女子シングルス決勝で、 アンナ・カロリナ・シュミエ・ドロバを36、75、63で破り優勝している。2012年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり、4大大会に初出場した。2014年10月のルクセンブルク大会の決勝で、バルボラ・ザフラ・ボバストリコバを62、61で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2016年全豪オープンでは4。 大大会自己最高の4回戦に進出した。4回戦では優勝した第7シードのアンゲリク、ケルバーに46、06で敗れた。2016年7月18日付のランキングで自己最高のシングルス37位を記録している。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。 シングルス1回戦で、クロアチアのアナコニュニロクに、16、36で敗れた。ベックは2017年10月のポワチエでのサーキット大会に出場したのが、最後になり2018年に24歳で、現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。